マルコ・アントニオ・ブエノ・オンティベロスは、メキシコクリアカン出身のサッカー選手。オリエンテ・ペトロレロ所属。ポジションは FW。メキシコの CF ・パチューカで、プロキャリアをスタートさせ、2011年10月8日、チアパス FC 戦でデビューを果たした。2014年1月、リーガで、アセンソのエステゥディアンテステコスに期限付き移籍した。 レンタル復帰後のパチューカでは構想外となり、レンタルを希望するクラブも現れなかったため、クラブとの契約が解除され、フリーとなった。2019年3月21日、ベイッカウスリーガ HJK ヘルシンキのトライアルを受け合格。2日後に行われた親善試合に出場。26日には正式な契約をクラブと交わした。 メキシコ代表として 2011FIFAU-17 フフワールドカップに出場し優勝に貢献した。2013年にはコ今カか冬 -20 選手権の優勝メンバーに名を連ねた。マルコブエのハージョイテイレイクラビンコンサ。wwww.hjk.fi.2019 年3月27日閲覧。hjkja マルコブエのサピマキシーン。 www.hjk.fi.2019 年3月27日閲覧。ありがとうございます。